テイク5ぐらい、もっといってるかな。はい、川沿いを走っております。いや、まあ前回はね、初めてっていうこともあるけど、ちょっと失敗やったですね。まあ、喋れないっていうのはもともと分かってたんですけどね、なんて言っても声がいまいち入ってないんですよね。マイクはソニーの、ステレオのピンマイクを使ってるんですね。写真をこの辺にちょっと、この辺かな、入れますね。で、ピンマイクなんで感度はいいんですけど、ちょっとまあ感度が良すぎる感じがあって、エンジン音がすごい入るんですね。それでまあ当然なんですけど、普通に喋ってるとちょっと声が小さいですね。今日はちょっと大きめに話そうかなって思ってるんですけど、なんかちょっとすでにもう喉が痛いと、そんな感じになってます。今回はモトブログに挑戦第2回目ということで、今撮り始めてるわけなんですけども、いやー、相変わらず喋れないですね。前回から2週間弱なんで、もうちょっと間詰めて話した方が慣れて話しやすかったかもしれないですね。マイクに関してはもうね、つける場所がジェットヘルなんで、口の前につけれないんで、今頬骨のあたりっていうんですかね、一番まあ口の近くで風が入らないところっていうか、そういう場所を探すとここしかない感じなんですけどね。前回は風切り音で使えない部分がかなりあったんで、シールドもずっと閉めて喋らないとダメなんです。川沿い走るのが好きなんですけど、ここはちょっとみんなスピードが速いからのんびり走れない感じですね。まだどこ行くか決めてないんですけどね。どうしましょうか。だんだん涼しくなってきましたけども、まあでもまだ今日は暑いですね。今日は31度ぐらいまで行くんですかね。今はそんなに暑ないんですけども、止まるとやっぱしね、ちょっと暑くなってきます。今回も走りながら行き先を探すってことになりそうですね。まあとりあえず北に向かっています。今日は、手ブレ補正をオフにしています。手ブレ補正オフにするとこの辺まで映るんですけどね、オンにするとちょっと狭くなるんで、オフにすると170度で、オンにすると120度っていう、だいぶ変わってきますんで、いい天気ですね。ちょっとなんか霞んでる感じ、なんか今日は曇りがちっていうことを言ってましたね。皆さん結構街中で喋ってありますけど、なかなかやっぱり街中で喋りながら走るっていうのもなかなか難しいですね、これね。みんなさすがですわ。この見事な三角の屋根、ちょっと何喋るかぐらい考えて出てきた方がいいんですかね。暑い、暑いわ。まあ前回はね、まあ思った以上に出来が悪かったんで、いやさすがにこれで元ブログってするのはちょっとって感じだったんで、元ブログ風動画というタイトルにいたしました。声がちゃんと入ってるかどうかなんですよね。ちょっと大きめに喋ってるつもりなんですけども、
はい、ここはちょっと制限速度が30なのでゆっくり行きます。後ろも来てないし、この辺も景色が好きなんですね。黙っておった方がいいかな。業務スーパーにはよく行きますね。冷凍の食材をよく買うんです。今日も朝ね、小松菜のおひたし作るのにカットインゲンを使ってきました。カットインゲンはいいですよ。結構何人でも入れれますからね。安いですしお手軽でございます。はい、じゃあここからちょっとおなじみの細い道に入ります。はい、じゃあ行きます。この道は結構ねいいですよ。こういう細い道をねゆっくり走るのが好きなんです。自然の中をこうね、まあ、探検じゃないけど普通の幹線道路では見れないような景色が見れますんでね、こう川沿いギリギリ走ったり、こういうところで止まって写真撮りたいんですけどね、さすがにちょっと止まれる場所がないんで。昔川で泳ぎましたね。皆さんどうかな。こういう川でもちょっと泳げんのかな。ちょっとさ、泳ぐのは無理か。泳ぐ、さすがにここで泳ぐは無理やけど、水遊びぐらいはできますかね。喋りが悪かったらせっかくの絵が無駄になりますね。きちんと喋らないと。映ってることは映ってるか。ちょっと手ぶれ補正を切ってるんでね、ちょっと見にくい動画になってるかもしれません。いい感じでしょう。こういうね、なんていうか、まあ住んでる人は大変なんでしょうけどね、冬なんか特にね、まあ無責任ですけど走るのは気持ちいいのでございます。今は何やろう、ね、ちょっと焼いてますね、草を。まあ、冬場はちょっと来れませんからね、こういうとこは。まあここは本当は喋るよりも動画として普通に撮っておきたいんですけどね、まあ、黙ってたら練習になりませんから喋らせていただきます。はい。ここはまあ県外じゃないですね。県外の方が少ないのかな。でも六甲でも県外とかありますからね。六甲走ってても。いやーいいですね。こういう川のすぐそばを走れるっていうのはね、いいですわ。ぼちぼち抜けましたかね。ゴルフ場、ちょっとまだ行ったことない道とこがあるんで、そのうち行ってみたいですね。細い道があると入りたくなってしまうのでございます。はい、今日はちょっと先に進みましょう。山ですね。何山でしょう。
ょっと道が結構ここね車通る時があって、ちょっと今日は来てないですね。はい、宝塚に入りますね。はい、宝塚でございます。あ、車来ました。はい、ちょっと避けますよと。はい、再開です。はい、あの道ですね。まだちょっとどこ行くか決めてないんで、ぼちぼち考えないと。いや、しゃべりながらやとちょっと怖いな。はい、はいはい、大丈夫です。行きましょう。はいはい、ここで終わりですね。はい、止まります。